皆さんこんにちは、小川仁志です。今日はですね、自分の思考地図を作ろうということでやっていきたいと思います。どうしてねこんな企画を考えたかと言いますと、この本ご存知ですかね、エマニュエル・トッドの思考地図っていう本なんですけれども、このエマニュエル・トッドっていう人ご存知ですか。もうフランスのね現代社会においてはもう最高の知性と言われる人なんですが、歴史人口学者なんですね、まあ歴史家なんですけれども、こういろんなデータとかをね分析することによって、まあ今までいろんなねこう未来を予測してきた。ソ連の崩壊とかですね、リーマンショックですとか、 EU のねイギリスの離脱とか、そういったことももう早くからねこの人は予測してたんですね。すごい。そういう人口動態とかね、歴史的なものとかを見るとそんなわかるんですね。思想家と言ってもいい人なんですけれども、このエマニュエル・トッドがですね、初めてこう自分のね思考がどういうふうにこう出来上がってるのかっていうのをこう、まあ、マッピングしたわけですね、そのプロセスとかを。それを思考地図という形で、まあ、本にしたということなんです。で、これは非常に面白いなと思いました。自分のね、頭の中、どういうふうにものを考えているのかっていうのを、そのプロセスとか要素を一度ね、整理してみると、きっとね、何か役に立つんじゃないかなというふうに思うんですよね。私もね、いろんなインプットをして、そして頭の中で考えてアウトプットしてるんですけれども、まあ、改めてね、その全体をこう可視化してみると、もっとね、効率よくできるんじゃないかとか、あるいは、考えてる時にこの辺がね、よくね、ネックになってるなっていうのをね、こう気づいたりとかですね、まあ、いろんなね、いいことありましたので、今日はね、その作り方についてお話をしていきたいというふうに思います。トッド自身もですね、実はこういうの初めてらしいですね。いろんなことを思考してきたけれども、自分がどういうふうに思考しているのかっていうのはあまり考えたことなかったらしいんですね。まあちょっとね見てください。こういうプロセス、あるいはもう少しねこうチャート式にこんなふうに書いたりしてますね。面白いですよね。まあコンピューターのね、まさにこうインプット、そしてプロセッシングアウトプットみたいなね、まあ、人間の頭もねその意味ではコンピューターと一緒ですからね、まあ、コンピューターより複雑なわけですけれども、同じような形でこう図示できるんですよね。で、私もね作ったやつちょっとお見せしましょうか。はい、こちらです。トッドに習ってねちょっと書いてみました。まあ、基本的にはねやっぱりインプット、そしてそのインプットしたものをどう考え、そしてアウトプットするかというその流れと要素だと思いますね。ちょっとここでね、作り方紹介する前にメリットをもう一回確認しておきましょう。こうやって思考地図をね、つまり自分が日頃どうやって物事を考えているのかを明らかにすることのメリットですね。私3つあると思います。1つ目はプロセスを意識して思考することで、より効率も効果も上がるというふうに思います。2つ目、どこでつまずいているのかが分かるということですね。なんでうまく答えが出ないんだろう。ああ、このプロセスのこの部分が今足りてないなとかね。3つ目はですね、その思考地図を書いてみたときに、あ、なんか自分はインプット弱いなとかね、この思考のこの部分がなんか足りてないなということで、自分のその思考に欠けてる、まあ、プロセスっていうのもね、見えてきます。で、それをこう、まあ、付け足すことで、自分の思考自体が、まあ、アップグレードするということですよね。はい、それじゃあ作り方いきたいと思います。まずはですね、プロセスを書き出すということです。まあ、大まかに言うと、インプット、そしてこう、インプットしたもののデータ処理、そしてアウトプットというね3段階に分かれると思います。まあ、基本的にはトッドも一緒ですね。入力、思考、出力って書いてますけどね。まあ、インプットっていうのは自分は日頃ねどこからどんな情報を入手しているか、これをちょっと書き出してみる。そしてデータ処理ですけど、そのインプットした情報をどのようにこう自分が分析をして論理的に操作をしてですね、さらにこうね想像しているか、クリエーションですね、アイデアを出しているか、そして意見をまとめているか、その仕組みですね。で、アウトプット、つまりその自分の考えをどのような形でこう表現しているか、まあ、ここもね重要なんですよね。特に言葉にするっていうことは重要で、人間っていうのはその言葉にして初めて考えたって言いますからね。インプットからアウトプットまでこれ全部大事なわけです、思考としてね。で、そのプロセスだけじゃなくて2つ目にですね、その各々のプロセスを構成する要素を書き出す。まあ、つまりインプットだったら、まあ、読書をねしてる、まあ、もし可能だったらどんな読書をしてる、どんなジャンルの読んでるのかとか、まあ、あるいはねその他のこう情報ソースはどんなものなのかとかをこう書き出す。
そしてプロセッシングのねデータ処理のところ、これをもうまさにねどういうふうに思考しているかっていうのを詳しく考えてみるわけですね。私は意識レベルと無意識レベルに分けまして、そして意識レベルのところでは、まあ、あの分析とそれから、まあ、狭い意味での思考ですね、そしてその思考の中にも、まあ、論理的操作だとか、あるいはその、想像の部分だとか、この関係性がどうなっているかとかですよね、まあ、無意識レベルでもね、何が起こっているのかっていうのをこう書き出してみるといいかもしれませんね。アウトプットのところでは、まあ、さっき言語化って言いましたけど、どういう形で言語化しているのかですよね、また、視覚化っていうのもあると思いますしね、ビジュアルで表現するっていうのもいいでしょう。さあ、そして3つ目なんですけど、そのそれぞれのプロセス、あるいはそれぞれの要素の関係性をね、矢印かなんかでこう書いていく。これもね、重要だと思います。まあそうすることでですね、自分の思考のこう流れがわかりますよね。まあ例えば私のね、意識レベルと無意識レベルの関係どうなってるのかと。まあ意識レベルで考えたことを寝かせておいて、無意識レベルでね、多分考えて、それをまたこうね、意識レベルの方にフィードバックしていく、まあ、インスピレーションという形でねフィードバックしていくということが行われてますし、まあ、言語化のところもそうですね。考えたものがアウトプットでこう明確化するんだけど、また言葉にしてみることでそれがこうもう一度ね考えるきっかけになる、あるいはその言葉にすること自体が思考になるということでフィードバックがあったりするんですよね。さあ、いかがでしょうか、思考地図。ぜひね、皆さんもね、自分がどういうふうに物事を考えているのか一度整理してみてください。でこれね、さっきも言いましたように、それで完成じゃなくてですね、足りてないところはどんどんね、これ追加したりね、アップグレードすればいいと思いますよ。それがそのまま自分の頭のアップグレードになりますからね。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。